こんにちは、ヤヒロです。今日はですね、1月14日の朝なんですけども、今日は日曜日で、本来レッスンはお休みなんですけども、本当はこう土曜日にしたいんだけどどうしてもできないっていう方とか、平日、なんだっけ、どうしてもその平日レッスンができないっていう方がいて、その方専用の時間みたいな感じで日曜日の朝やっております。はい、今日は朝の7時から9時まで2時間やっていくので、その方も定期で見てる方なので、レベルアップ した姿を、皆さんに見せれたらなと思っております。じゃあですね、準決勝、2024年初大会準決勝の、森さんとの試合の動画のコメントから読んでいこうかなと思います。 SHTDI2009 さんから、コメントをいただきました。ヤヒロコーチ、片手バックハンドのスピンとスライスを実にうまく打ち分けられていらっしゃいますね。片手バックハンダーのお手本ですということで、コメントいただきました。本当に、ね、そんな風に言われるのはね、嬉しいですよね。なんでかっていうと、バックハンドのイップスが 10年か11年ぐらいついてたと思うんですよね。全然打てなくなって、ぐっちゃぐちゃになって、そっからスライスしか打てなくなっちゃって、やっと試合でスピンが打てるようになったみたいな、そんな感じなんで。でも一番、じゃあそれどうやって打てるようになったのっていう話をすると、打ち方を変えたからですね。10年間イップスの時っていうのはどういう状態だったかっていうと、ミニラリーとかでもネット越えない、ネット下段とか、もしくはネットにワンバンとか、でもしくは相手に直接なんですね、直接ノーバンで打たさないといけないぐらいぶっ飛ぶような感じだったので、めちゃくちゃ練習を積んだんですけども、どんだけ練習しても治らない。練習の時は全然悪くないんだけど、試合になったらもうまたぐっちゃぐちゃになるみたいな、そのイップスがどうしても止まんなくてですね、結局それって大きな原因は前腕のこの伸長反射を使ってたから、伸長反射がメインで肩が全然動いてなかったからっていうのは理由なんですけど、僕の片手バックハンド見てもらうと分かると思うんですけど、手先全然使ってないですよね。肩の動きをメインで、手先ちょびっと動いてるかなぐらいなので、ぜひ参考にしていただけるといいかなと思います。スライスはですね、スライスはもうあまりにもスピンが打てなくなっちゃって、スライスしか打てなくなったらスライスは自動的に上手くなったみたいな、そんな感じです。じゃあ、坂本はっちゃんさんからコメントをいただきました。決勝進出、おめでとうございます。森さんのチャンネルも、勉強させてもらっているので、どちらも応援したい気持ちでした。お二人とも安定感が抜群で、見応えのある試合でした。細かい話ですが、ヤヒロコーチは試合中はスタンスが広く感じます。フットワークの動画では肩幅くらいの方が重心が倒れやすく動きやすいと、説明があったと思います。スタンスを広くしている理由があればご教授ください。勘違いしてたらすいませんということで、コメントいただきました。そうですね、まずですね、森さんのチャンネルと僕のチャンネルをどっちも見てる方は、割といると思うんですよね。ぜひ森さんの方でも上がってるので、見ていただきたいっていうのと、スタンスですね、スタンスですね、肩幅程度に広げてた方が最初はいいです。最初はいいですっていうのは、皆さんがこう丁寧にラリーをしたいときに、例えばこう足を広げてこう構えてるよりは狭い方が股関節動いて体が倒れていくっていうのが分かりやすいと思います。僕が比較するのは姿勢が肩幅程度の狭い歩幅で姿勢が高いのか、足を広げて腰を落とすのかっていう2つでよく話するんですけど、こっちはきついのでこっちは楽ですよって話します。じゃあ僕の試合の時はどういう状態かというと、こういう感じはなくて、足がただ広いだけと思ってほしい。で、足が広いと、これ実際ジャンプしてる間にこれぐらいの幅なんですけど、足が広いっていうことは、広ければ広いほど、例えばじゃあ、ちょっとこれ広げすぎですけど、広ければ広いほどこっち移動した時にこっちを外すと早く倒れるはずだと思う。すでにちょっとこう右足が斜めになってるんで、左足を浮かせばすぐ倒れる。でもこれがこの状態だと倒れるのにちょっと時間がある。時間かかるので、結局この後こうした方が早く移動できると思うんですけど、体を傾け、右足外して、左足外してみたいな、こうなって早くはなるんですけど、さらに早いのはこの状態です。今ちょっと大げさにやりましたけど、広いスタンスの状態で反対側の足を抜くと、早く、なんすかね、こう傾いてる、実際にはこう三角形みたいな、頭、これ頭、両足として、
これジャンプしてもし着地してしまったら倒れるのにちょっと時間かかるとして、これが傾きが強ければ強いほど着地した瞬間すぐバタンと倒れると思うので、これを利用しているような感じです。じゃ今の説明が微妙だったんですけども、なんとなく伝わればいいかなと思います。でより早く倒れたいから、だけどじゃあラリーレーションの時とかにそんなに無駄に足広げたところでそんなに移動する回数の方が少ないので、そんなにしなくてもいいかなと思います。でアーノ・ティーコンさんから、ナイスゲーム、試合でも臆せずしっかり振り切るところはいつも参考になります、決勝もファイトということでコメントをいただきました。ありがとうございます。そうですね、試合の中であのしっかり振り切ってテニスができたら楽しいですよね。まあ、これが一番やっぱ打ち方を変えた最大のなんていうか喜びというか、もともと振り切ってはいたんだけど入るかな入んないかなってちょっと心配しながらやってる感じだったんですよね。それが今ではね全然そんな心配全くないみたいな、安心安全でしっかり振り切ってるみたいな感じです、感覚としてはですね。じゃあそんな感じで、にやわしらさんのコメントを読みます。2人のことを知っている僕にとっては、スコア以上に見応えのある試合でした、森さんのチャンネルでも試合動画が上がると思うのでお二人の視点や共通点や相違点を楽しみたいと思います。ちなみに、僕のお気に入りは、5分47秒からのラリーで最後の方のボレーボレー合戦ですけど、あの5分47秒からのボレーボレー合戦は確かにあの激しい戦いでしたね。面白かったですね。で森さんのチャンネルではですね、あの僕よりも5分ぐらい早く上がってるんで、でもともと森さんが今日動画上げていいですかって言われて、あいいですよじゃあ僕も上げますって感じでやったので、はい、森さんの方でも上がってます。ぜひ森さんの方ではあの僕との試合 の 全ポイントじゃないけどほとんどポイントとスコアが載ってて、スコアっていうのはその僕の場合 1-0 とか載せてますけど、あの森さんの方は15ラブとかそういうポイントの方のスコアを載ってて、プラス終わった後にこう総括的な感じであのその試合の感想みたいなそんな話しました。あのやり方いいなと思って僕もちょっとあの採用しようかなと思いながら、考えています。じゃあズラウナギさん、あ間違えた、ズラウナギ太郎さんから、コメントをいただきました。毎週ここにいるくせに未だに生谷博さんを見れてない、決勝戦が楽しみですということで、ズラウナギ太郎さんは、ここら辺のあここら辺の方っていうかあれですかね、ジョーダンテニスクラブによく行かれるんですかね、この日はですねオープンのシングルスと CD 級のシングルスとダブルスがあったんですよね。なんであの初めましての方も結構いますけど、その YouTube 見てますってことであの結構あのコメントというかあの挨拶いただいたのであの嬉しかったですね。ぜひあのちょっといつか会えたらつらうなぎ太郎さん太郎ですってことであの言っていただけると嬉しいかなと思います。じゃあですね、ケンケンさんから決勝進出おめでとうございます。試合の動画、実戦でのヤヒロコーチの動きを見ることができ、とても参考になります。城南テニスクラブの試合にもゆくゆくは出場できるように精進しますということで。そうそう、ケンケンさんはね、今、大牟田の方にいるので、城南テニス、ちょっと遠いですけどね。遠いんですけども、ぜひちょっと一緒に試合出たいですね。一緒の、まあ、シングルスの一緒のタイミングで出て、戦えるのを楽しみにしております。じゃあですね、この1本だけ見れば打てる片手バック&習得パッケージの片手バック完全版の動画で新藤さんからコメントいただきました、面白いですということで、一言いただきました、コメントいただいてあります。もしあのご質問があればあのどんどんご質問答えていこうと思っているので、よろしくお願いします。じゃあですね、ホアナインチさんの、レベル上げっていう動画のコメントで、ケンケンさんからコメントをいただきました。全ての動きがヤヒロテニス純度 100% のように感じます。まさにヤヒロコーチが指導される内容を、そのまま実践されているということですね。以前の動画でコーチも言われていましたが、素直に実践するということを徹底されていることが見て取れます。特にテイクバックの準備の速さなど、私も頑張りますので、コメントをいただきました。本当にレベルアップには素直が一番大事なんだけど、例えばね、わかんないですけど、僕がじゃあ例えばこうやってフォア打つといいよって例えば言ってて、それを素直によしやろうかなってなる可能性もあるので、可能性もあるというか、それじゃまずいんじゃないっていう状態で素直になってしまうとまずいので、ここはね見極めは必要かなと思うんですけども、ナインチさんのねレベルアップ、本当に皆さんナインチさんの一番最初知らないからですね、一番最初知らないから、もともと
結構うまかったんじゃないのって思われる方もいるかもしれないですけど、何したのね、本当あの前も言ったかもしれないですけど、何したの、もともと初めましてで会った時はこうですよね。こうやって落とす、左手伸ばして右脇締めてラケットを垂らして右脇を締めたまま足の曲げ伸ばしでこうやってボールを打つみたいな。ここまでもう振り切らない、これだけ、これだけで打つみたいな。これだけじゃ飛ばないからそれに足の力を加勢させるみたいな、こういうふうに言ってたんですけど、そこからまあ、テイクバックを変えさせたり左手を変えさせたり両手ターンさせたりとか、まあ、いろんなのを付け加えて、まあ、今に至るみたいな、そんな感じです。本当ね、一番最初の状態見てほしいですけどね、見てほしいけどその動画がないのでちょっとどうしようもないんですけども。じゃあそんな感じで、岩下さんからコメントいただきました。ヤヒロオリジナルの素晴らしい実践動画をありがとうございます。運動が苦手だとおっしゃっているナインさんがこれだけ美しいフォームで打っているからこそ私を含めたくさんのヤヒロ門下生に勇気を与えているんですかね。いずれにしてもナインさんさすがです。まだ私は今年に入ってテニスをできていないのですが早く練習したいという気持ちになりましたということでコメントいただきました。そうですね、ナインさんのね、運動苦手度合いというのは本当にこの映像だけじゃ全然わかんないと思うんですけども、運動はかなり苦手意識は持ってるんですけど、まあ、個人的には、まあ、別にその運動苦手ではあると思うんですけども、私は運動は得意ですってなぜ、むしろ得意と思って、頑張っていただきたいかなと思います。じゃあ、ジョンジョン日記さんからのコメント読んでいきます。練習なのに、なぜか楽しそう。可愛い BGM が入ってたら、楽しいスローラリーとかタイトルがつきそう。基本が身につくとこんなラリーが楽に続くんですね。あ、まだ三脚買ってなかった、ダイソー行ってきます、いつもありがとうございます、頑張りますということでコメントいただきました。そうね、もうぜひ三脚を買って、まずはねジョンジョンニキさん自分の動きを見て、あれなんか想像違う、ヤヒロの動画見て、ある程度分かったぜってなったかと思ったら全然分かってなかったっていう現実が待ってる可能性があるんで、ぜひ撮影をしていただければ。確かにですね、なんかスロー楽しいスローラリーみたいに良さそうですよね。なんか例えばその健康に必要なのはランニング、健康に必要っていうか、まあじゃあ運動はまずランニングだと思うと、ランニングちょっときつそうだなと思うかもしれないですけども、運動にはまず散歩が必要だって言われたら、散歩ならできそうかなみたいな思うと思うんですよね。まずはその散歩から、散歩が楽しくなったらあと走ってくださいみたいな感じですけど、まずは散歩からと思っていいんじゃないかなと思うので、ぜひこのねスローラリーの丁寧な感じですね、体の動きを考えながら、散歩をする程度の負荷で丁寧にラリーするっていう楽しみを、持っていただけるといいかなと思います。僕もこのぐらいのゆっくりなテンポが好きなんですよね。じゃあナインツさんからのコメントです。本人様登場ということで、ヤヒロコーチいつも熱心なご指導ありがとうございます。ヤヒロテニスの新しいホームに移行中の私にとってはこれまでのご指導のステップアップだと感じております。ボイシーの方でもコメントさせていただきましたが、私は本格的な運動音痴なので肩から上腕、前腕、手首、手、指の関係がある程度脳内で理解できて、体と連動できる、イメージが湧いたところでこの動きをご指導いただき、とてもシンプル化されたように感じて取り組みやすいです。私でも取り組みやすいので、ヤヒロテニスへの取り組みはハードルが高いということはないと感じました。現役時代、故障が少なかったフェデラーの、美しい動きに近づいているように思い、習得意欲を増しております。体を柔らかく使えるようにこれからも頑張りますので引き続きよろしくお願い申し上げますということで、コメントいただきました。本当ね、ナインさんはね、いろんなこう文でこうなんていうの、もういいですよということでそう言っていただいて嬉しいんですけども、まあ、今までナインさんがやってた動きと比べたら僕のやつの方が説明するのはちょっと難しいんですけど、まあ、簡単に考えやすいかなっていうところがあるので、まあね、それどういうことかっていうのは、ちょっと後に説明をしていこうと思うんですけども、とりあえず、最初の方に上げていく、ちょっとどんどんその解禁していこうと思うんですけども、最初は、あ、これなら簡単にできるんじゃないって思うような説明でいこうと思います。本当はね、細かく言うと、ちょっとめんどくさいというか、ちょっとね具体的に分かりにくいところもあると思うんですよね。ただそこら辺もちょっと説明はできるので、やっていこうと思います。じゃあですね、動画撮影未経験者2時間でフォアハンドとバックハンドどれだけレベルアップできるかっていう動画のコメントで、ケンケンさんからコメントをいただきました。元のフォームではヘッドスピードがとても速くインパクトでひっぱたくようなスイングが
スイングで、制球が難しそうでしたが、レッスン後はフォアバックをヘッドスピードがゆっくりめのコントロールされており、制球力が高そうに見えます。これまで培ってきたフォームの改造はとても大変かと思いますが、一つ一つできたを、実感できるのも楽しいですよね。私も頑張りますということでコメントいただきました。そう、もともとね、この方はグリップが厚めで前腕でグリッとこう回転かけるような感じだったので、前腕の動きをちょっと制御させて肩の動きを、メインにやっておりました。まあ、この方は定期で見ていくことになっているので、とりあえず第1回目一番最初こうだったなっていうのを覚えておいていただきたいので残したんですけども、ここからまだまだ全然やることがあるので、レベルアップしていく姿を、皆さんに紹介できたらなと思っています。じゃあジョンジョン日記さんからのコメントで、初めの、我流のバチンバチンと打っていた感じがどんどん基本を理解し、ソフトなフォームとボールになっていく様子がミラクル。こんなに簡単に変わるものなのかな。本当、ヤイローコーチのドッグパッドというキーワードに引っかかり、このチャンネルに出会えてよかった。よし、明日こそ、三脚買ってこい。そうですね、三脚ぜひ、参考になる動画をいつもありがとうございます。頑張りますということで。そうですね、レッスンではね、僕のそのレッスンに来て、もうなんとかね、とりあえず2時間、最低でも2時間、1時間でもいいですけど、本当はね、2時間、絶対2時間は必要かなと思ってて。1時間でもし変わったとしても定着させる時間がちょっと短すぎるので、2時間以上して、形が分かったらどんだけ定着できるかなの、やっぱ反復練習は必要かなと思っているので、一応そういう意味で僕のレッスンは最低2時間から受けますよってことにしているので、ぜひね、興味がある方、ご連絡ください。じゃあ、1月13日のスキラジのコメントで、ケンケンさんから1から3ターンからドッグパッテの腕の軌道、次回のレッスンが楽しみですということで、そうそう、ケンケンさんの、30代が今熱いみたいな動画を上げたと思うんですけど、ケンケンさんはその方なんですけども、両手ターンした後にこのドッグパッドに行くんですけども、このドッグパッドに行くまでにこういう状態を取りたいなっていうのは本当あるんですよね。1、2っていう状態ですけど、この途中にある動きが入る、ある形が入るので、ちょっとその話を次回しようかなと思っています。できるときとできてないときがあるんで、そこは直接お話ししようかなと思います。じゃあ佐藤軍曹さんからのコメントで、以前の 1,2,3,4 の2を、見た目省く感じで後ろ向きの面をしない、ドッグパッドの最下点に持っていくルートは同じ、2での前腕ロックを意識しなくていいのは利点だと思いました、ここでかなり悩んだから。そうですね、2番の後ろ向きの面のせいでいろんな難しさが出てくるんですよね。でもそれのおかげでこれができるよねっていうのはあるんですけども、それを差し引いても2はね変えていいかなって個人的に思ったので、2を変えました。2の説明はちょっとまたやっていこうと思うんですけども、そうね、まずは簡単バージョンを説明していこうと思います。その簡単バージョンがある程度理解できた後、本当はこうですよっていうのを言いたいので、そこら辺も、言っていこうと思います。スビーレベルでは思ったよりドッグパッドが崩れてなかったけど、最下点でのドッグパッドの位置が必要、1から3に行くまでに2の位置を手首が、通り、手首よりラケット先端が先行するようなイメージでスイングすると動画に近い動きができました。またどこか違うけどいろいろ試してみますということで、そう、まずはね、いろいろ試してやりで、ただ佐藤軍曹さんの見方としてはなかなかいいんじゃないかなと思います。また言っていくので、ぜひ頑張っていきましょう。じゃあですね、最後、テニスの基本2024年からヤヒロテニスを広めていきますっていう動画のコメントで、ツナさんからコメントいただきました。いつも参考にさせていただいています。この打ち方はテイクバックで前腕ロックをせずに、面は下向きでリラックスしているように、感じます。私は日頃からこういう打ち方をしたいと思っているのですが、相手の球が速い場合にはテイクバックで前腕がロックしないとインパクト付近で面が暴れることがちょいちょいあります。このリラックスした、面下向きのテイクバックでインパクト時に面が暴れないようにするには何に注意すればいいでしょうか。私の場合、面が開いてやや右方向に飛びすぎるタイプのミスが出ます。ご指導よろしくお願いしますということで、コメントいただいたんですけども、ざっくり言うとですね、両手でターンをしてテイクバックをしたとして、その後ですね、とにかく意識したいのは、
ラケット面の位置を取り残して肩を浮かせるか。まずここからこうぜ、この隙間が今40、この時に右脇45度空いてて、この後も右脇が45度空いてて、その後ラケット面を取り残して腕を出して、でその後ラケットが出てきてっていう順番があるとして、この時にちょっと一応2つあるんですよね。この後肩を回して面を開くパターンと、前腕も回して面を開くパターンの2つあるんですけど、とりあえず肩を回してほしい。だけどちょっと肩を回すのはよく分かんないねって方いると思うんですよね。こっち回してるのかこっち回してるのか、なんかよいまいち分かんないなっていう方もいると思うんで、とりあえずこの後は面を取り残して打てないかな、もしくは手首とラケットを同じスピードで振れないかな、1、2、3、4と思って練習できれば、まあ、ちょっとここの細かいところもですね、あの動画でちょっと言っていこうと思うんですけど、とりあえず今簡単な感じで、説明しました。参考になればと思います。じゃあその話で今回の、コメント読みは終了かな。ちょっとね、あの終了と思わせてなんか反映されてないコメントがたまに入ってるので、ちょっと一応そこの確認までしとおこうかなと思うんですけども、大丈夫そうかな。大丈夫そうですね。はい。じゃあ、そんな感じで今回の、コメント見は終了ということで、また次の動画で、お会いしましょう。いいねとコメントと、チャンネル登録の方ぜひよろしくします。じゃあ、そんな感じで終わります。ありがとうございました。あなたのテニスが、より早く、効率よく、レベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月、いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしても、予定を組んで、福岡まで来て、レッスンをしてっていう、時間とお金がすごくかかるんですよね。なんで、そういう方を救えたらと思って、始めました。今、全国にはたくさん、悩んでる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せるので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあ、サーブならサーブ、何でもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて、改善するためには、どうしたらいいのか、練習方法などでも、お伝えしていこうと思っているので、まあ、そういう形を、取っています。本気で上手くなりたい。もう自分は、これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだ、っていうのが、わかんない方たくさんいると思うんで、そういう方を救えればと思います。はい。そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。